ケメンじゃん。今日のまさかどの舞台さ、一生タイトル覚えられないんだよね。昨日初日？ハロウィンフォトがさ、天才じゃない？今回。めっちゃ可愛かった。ホワイトデーも超可愛かったけどさ。カフェ探す後で、かき氷じゃない？食べたい。何食べたい？ピンツ。氷の上に大きいのが乗ってる。かき氷みたいなやつもあっちいろんなやつ。ソルビンみたいな。今日食べたい。ハロウィンのループが天使すぎてさ、あれ思ってためっちゃ怖い。あれやばいよね。2枚買った。リトルは西村以外は1枚買うって、1枚だけ買うって決めてたのに無理だった。2枚。見る？今回のお会計15,000円。あとは大西。まさかどもね、美術いいよ。映画さ、みんな描いてる。スイザー鬼かわいい。スイザー鬼かわいい。スイザー買わなかったけど。こじけんさ、スタイル良すぎてさ、買っちゃったよ。見て。足長。タイチ。あと下他のメンバー見る？見た。うわ。やば。モルテめっちゃ懐かしい。モルテ？ボール。ボールの名前？ボールのメーカー。
顔はね、みんないいんだよ顔はね、うん、これをさ、ディズニーとかに持ってってみ、どうしよう、国立競技場とかの時ならいいかもね。あ、いいと思う。国立競技場とか代々木とか代々木とか、サマーリーって何やる会場？あそこバスケとかさ、ボクシングとか、そういうのならありだね。最近のマサカロの虹知ってる？パーマかけたんだよ。そう、多分舞台のためなのかわかんないけど、ストレートに早く戻ってくんないかな。ごちそうさま。美味しかったです。美味しかったです。でも唇がめっちゃ痛いです。辛かった。辛かった。からかき氷を食べに行きます。かき氷。かき氷。イエーイ。いただきます。やばいね。何もあと1ヶ月後なんだね。なんかさ、まだまだだって思ったらさ、意外と早くなる。意外と早い。だってもう10月だもんね。早いよ。てか長尾くんに会いたすぎてさ、長尾くんだけ会えてないからね、福井で。あ、そっか。そう。ちょうどコロナか。会えたら泣いちゃうかも。生きててよかったって。西村のアクスタしか持ってきてないんだけど。あー、イケメンじゃん。いってらっしゃいませだよ。ごきげんよう。ご飯の時にさ、やろうと思ってたんだよね。今週はあの食事日記って知ってる？知ってる。やろうと思ってたの、しっかり忘れてた。オーマイガー。行ってきます。首あかりご移動の方お願いいたします。カメラロールにね。練習しながら見せるね。